表情のルーン・ラート・ラートはドイツ発祥のスポーツで2本の鉄の輪を平行に繋いだ器具を用いて様々な体操を行う競技である。ルーン・ラート・ラートはドイツの夫をファイクが1925年に子供の遊び道具として考案した。正式にはルーン・ラートと呼び日本では発音の難しさを避けラートと呼んでいる。ラートは遊具としてまた競技として ドイツを中心に普及、発展してきている。第二次世界大戦により活動が中断されていたが、西ドイツで1960年に協議会が行われ、その後はドイツ体操連盟の参加のもと、組織的な活動が続けられている。日本では第二次世界大戦時に、フープとして、航空操縦使用請の訓練活動に用いられていたが、大戦後は一切姿を消した。 その後、1989年、当時東海大学の講師であった、長谷川聖修氏が、留学先のドイツから持ち帰り、ニュースポーツとして、再び普及活動が始まった。現在は、子どもたちから障害を持つ人まで誰もが楽しむことのできる障害スポーツとして、また、国際大会で活躍する選手たちの競技スポーツとして、幅広く親しまれている。また、 サーカスの大道芸の演目として、ジャーマンホイールやゲルマンホイールの名前で演じられることもある。世界選手権の際、英語表記ではホイールジムナスティックスと訳される。ラート本体鉄製の大きな輪をラバーで覆い、それを2つ平行につけた運動器具がラートである。使用者の身長によって用具の大きさは変わるが、一般的には使用者の身長より30から40。 センチメートルほど大きいサイズが最適である。大きく分けると、日本製とドイツ製の二つがあり、前者は比較的軽量で操作性に富み、運搬も容易であるが、安定性に劣る。後者は重量があり、安定性に優れているが、輸入に頼るため購入に時間を要する。また、ラートは運搬しやすいよう分割できる。 タイプは4分割と2分割の2つがあり、4分割はコンパクトにラートを運搬することができる。その反面、本体そのものの強度は若干に分割タイプに劣る。通常ベルト補助ベルト正式には、ビンディングといい、運動時に両足を固定する際に必要となる。使用者の身長に関係なく、1つ揃えれば様々な大きさのラートでも対応できる。また、 かかと付きの補助ビンディングもあり、これは学校や養護施設などで多く利用されている。足の甲とかかとの両方を固定するため、ビンディングよりも安定感があり、より安全である。2007年2月末現在では、革仕様と布仕様の2種類が存在しており、以前は革仕様のものが多く用いられていたが、最近では布仕様も普及してきている。 革の方が安価で初期の導入には適していたためで、あるが競技や体験活動を行う際には布の方が足首に負荷を与えないため、競技会出場者の中で徐々に人気が出てきたことが影響している。競技には自家店、車店、跳躍の計算種目がある。以前跳躍は飛び越しと呼ばれていたが、2006年に名称変更された。全日本選手権においては、 自家点と射点は構成1点1.0点と難度5点5.2点及び実施点5点の計11.2点,点満点からの減点方式で採点され、跳躍は技の難度によって満点が異なる。世界選手権においては自家点は難度5点5.0点、音楽点に点0点、実施及び構成4点4.0点の計13.0点,点満点。 射点は難度点6.6 6点、構成点1.0点、実施点5.0点の12.6点満点。跳躍は技の難度によって満点が異なる。自家点2本の輪を使って回転する種目が自家点である。その中で最も基本的な動きで最初に行う技が側点と呼ばれるものである。両足をベルトでしっかりと固定し、手でバーグリップを握り、体が ラートから落ちないよう固定する。安全を確認した後左右にラートを位置回転させる。まずこの技でラートの重心移動や逆さの感覚を体験することができる。これは誰にでも簡単に体験することが可能なため、初期の導入に用いられる。基本動作は、側転のほか、片手測定やフリーフライがあり、これらは中心系に分類される。中心系の他には、 周辺形と呼ばれる分類がある。一般的には、中心形の技をいくつか練習した後に、周辺形を練習することが多い。ラートを傾けて一本の輪のみで回転する種目が、射点である。基本動作には、大きく分けると傾斜角度が30度未満の小射点と、傾斜角度が60度以上の対射点がある。自家の動作にある程度慣れてきたら、行うのが、射点であるが、 バランス感覚を養うことが難しく、特に女子の競技人口が少ない。補助者がいる時に練習することが望ましい。跳躍、ラートを転がし、その上を飛び越える種目が跳躍である。最もポピュラーな基本動作は、開脚座り跳びである。体操の飛び箱に似ている。まずラートを転がす。ある程度を、ラートが自分から離れたら、助走を始め、加速する。 ラートに追いついたら、両手でしっかりと、ラートをつかみ、開脚と同時に飛び乗る。ラートにはしっかりと座る。ラートの頂点まで達したら、ラートを掴んでいる手を後ろへつかみ直す。頂点を過ぎると、再びラートが加速し始めるので、着地できる位置まで進んだら手で、ラートを後方へ強く押し出すように突き放す。着地マットを用意することが望ましい。また、 自分の身長よりも大きいサイズのラートを飛び越すのは難しいので、最初はなるべく小さなラートで練習し、徐々に大きなラートにしていくのが良い。国内で開催されている主な大会は2つである。1つは日本ラート協会が主催する全日本ラート競技選手権大会であり、もう1つは学生を中心とした実行委員会が主催する全日本学生ラート。 競技選手権大会である。また、世界大会として、世界ラート競技選手権大会と、世界チームカップが開催されている。正式名称は、世界ラート競技選手権大会。日本国外で2年に1度開催されている。参加国は多岐にわたり、中でも特にドイツが強く、第9回大会まで日本はドイツに次ぐ成績を収めていた。しかし、 2013年の第10回大会においては男子シニア部門で高橋康彦が個人総合部門で日本人として初優勝を果たした。それまで個人総合部門は男女を通じてドイツ人選手しか優勝したことがなくラート競技において歴史的な快挙であった。また種目別では男子シニア跳躍部門で高橋康彦、同社展部門で田村元延べ、 同時加点部門で、江塚和也が優勝し、男子の金メダルを、日本人が独占した。団体戦には、上記3人とシニア女子時加点部門で3位に入った、堀口文が出場し、優勝したドイツにわずか0.2点差という史上稀に、見る接戦を演じた。2013年度第10回世界ラート、競技選手権大会男子シニア決勝結果2013年度。 第10回世界ラート、競技選手権大会女子シニア決勝結果2015年に、イタリアリニアーノで開催された第11回世界選手権では、男子個人総合において、高橋康彦選手が2連覇を達成し、種目別跳躍、種目別自家点においても優勝を果たし、種目別射点で3位入賞を果たした。男子個人総合においては、田村元信選手も3位入賞を果たした。 団体戦はドイツに次ぐ2位であった。世界選手権と格年で開催されている大会。前年の世界選手権の団体戦上位4カ国が出場する。出場選手数は各国4選手。演技種目は自家点に、射点に、跳躍1、そして自由選択1の計6演技である。試合形式は独特で、ラウンド制で行われる。1ラウンドにつき、 各国が抽選で決められた一つの演技をし、得点の高い方から1位が4点、2位が3点、3位が2点、4位が1点を得る。6ラウンドの合計が高かったチームが最終的に勝者となる。さらに、各国には1演技だけ得点が2倍になるジョーカーカードを使う権利がある。ジョーカーカードは持ち点の高い自家点の演技に使われる場合が多い。日本チームは、 1> 第1回大会から出場し、2014年にドイツ・ベルリンで開催された第7回大会にも出場した。2014年大会の日本チームは、選手が森大輔、高橋康彦、堀口文、松浦祐希の4名、コーチが吉永直継、総領兵の2名、国際審判員として元安里氏、サポーターとして小出波の8名であった。試合では、 1> 第1ラウンドでジョーカーを使ったオランダが先行し、スイス、ドイツ、日本が追う形となった。前半の第3ラウンドが終わった段階で日本は最下位で、あったが第4ラウンドで、堀口選手が会心の演技で8ポイントを獲得し2位に浮上した。第5ラウンドでは、ドイツ選手の直期点を森大介選手の射点が上回り、2位をキープすることに成功した。 最終6ラウンドを残し、4カ国ともに優勝の可能性を残すほど稀に見る僅差の争いが続いていた。6ラウンドは各国境に自家店の演技を選択し、日本からは高橋康彦選手が、ドイツからは女子の世界チャンピオンの選手が満を持たしてジョーカーとして登場した。実力的に2人の一騎打ちであった。結果は先に演技したドイツ選手を、 高橋康彦選手がわずかに上回り、日本の初優勝が決まった。最終順位において、2位にドイツ、オランダ、スイスが並ぶという大接戦であった。正式名称は全日本ラート競技選手権大会。1995年から毎年11月から12月の時期に開催されている。出場条件は2つあり、1つは日本ラート協会会員であることと、 もう一つは出場する種目において、旧検定3級以上の取得が義務付けられている。正式名称は全日本学生ラート競技選手権大会。通称はラートインカレ。2005年度より開催。各年度の開催地は以下の通り。毎年学生が夏季休暇である8月、または9月に開催されている。参加資格は学生であること。 初参加の年度の式から万4年を経過していないこと、日本ラート協会会員であることの以上3点である。ラートイン彼は、第1回大会から、規定演技の部を予選とし自由演技の部を決勝とする、試合形式をとっている。規定演技の部において選手は、口実される、球におけるいずれかの演技を選択しなくてはならない。ただし、跳躍には、球が存在しないため、 4つの技のいずれかを選択しなければならない。自由演技の部は規定演技の部の個人戦における各種目上位8位までのものが出場資格を有する。日本らアート協会が認定する資格には自家点5から1級及び社点5から1級がある。自家点5級が最も取得しやすく日本らアート協会主催の講習会を受講することで 最終日の検定におおむね合格できる。なお、2006年度第12回全日本ラート、競技選手権大会より、出場には直、自家点、社点とも3級以上の9認定が必要となっている。さらに、2007年度より、男子跳役では8.0点以上、女子跳役では7.0点以上の演技のみ、採点対象となった。なお、全日本学生ラート、 競技選手権大会では規定演技の部において、球を採用している。注意事項級の認定は、日本ラート協会が指定する、検定員によって行われる。認定には検定量が必要であり、球の難易度に関わらず一律である。認定に際しては、認定を受けようとする者が実際に実施し、その規定演技の精度に応じて合否が判定される。 大原点があった場合の認定は原則として認められていない。中原点及び小原点は一部過度の失敗を除き許容されている。認定を受ける際の補助者による補助、またアドバイスは認められていない。テレビ書籍、ネット、ありがとうございます。